ナポレオンは近代ヨーロッパにおいて一時的にではあるものの圧倒的な輝きを放った偉大な人物だ。ナポレオンはまさに彗星のごとく現れた。ナポレオンは下級貴族の出で、しかも生粋のフランス人ですらなかったので、本来ならナポレオンがフランスで出世する可能性はほとんどなかった。幸か不幸か、フランス情勢は激変していた。フランス革命による影響を受けて、国王ルイ16世は処刑され、上級貴族たちが続々と亡命し始めていた。ポストががら空きだったため、1793年にナポレオンは共和制の指導者ロベスピエールの下で何もせずに大尉に昇進。しかし、いくら大尉に昇進したといっても、そしてたとえ実力があったとしても、それを発揮する場が与えられないことにはどうしようもないのだ。しかるべき機が来たとき、どうしたら自分を採用してもらえるか。そこでナポレオンはボーケールの晩餐という小冊子を書いた。それはモンターニュ派に集結する以外にフランス国民の救いはないという彼の政治的立場を明らかにしたものだ。平たく言うと、時の最高権力者ロベスピエールへのごますりである。南フランスの港湾都市テューロンで王党派の反乱が起こった時、革命軍人として熱烈なジャコバン派としてナポレオンが信頼されたのはその事前準備のおかげである。そして反乱はナポレオンによって鎮圧された。このテューロンの戦いは、24歳のナポレオン・ボナパルトが初めて名を挙げた戦いとして知られるようになる。しかし、まだまだ出世街道を邁進とは言えない。ナポレオンの栄光の出発点になったのは、1795年10月5日に起きた王党派の反乱の鎮圧。このヴァン・デ・ミエールの王党派蜂起を町中で大砲を使用するという大胆で迅速果断な指揮によって鎮圧したナポレオンは国内軍最高司令官に任命される。そしてようやく社交界でも一目置かれるようになった。ナポレオンが最初の妻ジョゼフィーヌを見初め、結婚するのはその頃である。